マイクテスト、マイクテスト、もうちょい上げてもらっていいですか。左端です、左端。オッケー。さあそれでは、配信はすでに始めておりますが、イベントやってきましょうかね。タコ様、エントリーした？いや、違う、XS を。XS エントリーした？はいはい、久しぶりですわ、タコ様ですわ。タコ様はね、いや、最近なんかワールドカップのサッカー見てるせいもあって、全然 X やってなかったんで、ねえ。じゃあチームメイト募集しようかみたいな。おいいじゃん。とは言ってもまあその日もね、普通にね、あの昼過ぎまで仕事やるんで、まあだから普通、まあ、2時に間に合うかなみたいな。明日は、あ、明日はもうなんか別の用事があるんで普通に。ああ、そうなんですか。明日は鹿島田の、あ、そっかそっか、ラスト大会ですね。そうだそうだ、ラストぐらい行っとこうと思ってます、私は。あ、マジですか。あんま遅くまでいらんないですけど、まあ鹿島田ちょっと都内からだと遠いですもんね。帰るのが大変、前回行った時チャリだったし。マジどうやった。まさにチャリで来た状態 で途中で、はい、あの帰るの諦めて、温泉宿に泊まって、翌日帰りました。そこまでしたんですね。めんどくせえってなって。まあでもあれですね、新宿とかからでしたら湘南新宿ライン使って新川崎、そうっすね、そっから川崎ね、歩きで行けますね、歩きで。新川崎ってとこがね、はい、よくわかんないですよ、流行ってんだかなんなんだか。あの川崎はでかい、川崎はでかいですけど、新川崎ね、結構外れてるんですよね。基本的に何もないですよ、駅前に。何もなし。何もないです。南部線とか通ってるんですよ。その鹿島ですよ。そうですね、その川沿いだもんね。歩いてその鹿島田の駅まで5分ぐらい。で、そのマットマウスが鹿島田からまあ2、3分ですか、どのぐらいなんですかね、行ったことないですけども。だからまあ新川崎の駅からでも歩いても全然行ける距離なので、あとはまあ Google マップを見るなりしてもらえれば、まあまあまあ大丈夫だと思いますけど。周りがね、はい、まあちょっと透明なんですけど川とかいっぱいあって、走るにはいいとこですね。はい、タコさんはもともとあっち方面ではありますからね。そうですね、前もあの仕事とかでもその新川崎とか鹿島田には行ったことはあるので。あ、そうなんですか。それでなんか、あ、鹿島田から新川崎まで歩けるやんみたいな感じで一回歩いたこともあるので。なるほど。はい、終電どっちが遅いとかあります？それはもう各自で調べてもらった方が。何ちょっと出し惜しみはやめてくださいよ。いや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 、そこら辺はもうなんかエキスパートとかそれでググった方が早いですよ。さてさて、そろそろもう20時30分になりましたね。やろう。追加で誰か来たりしますか。どうなんでしょうね。じゃあそろそろ今日は、一応東西線形式で。あ、東西線形式で、はい。じゃあしばしお待ちいただければというところで、なんかね、はい、大山に行ってるらしい。はい。
大山に行ってなんか遊んでるらしいので。あらま。まあでも人数は少ないけど濃いですよ今日は。はいはい。じゃあグーズザンキやる。おお。まあ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 。龍。はい。ザンギ使える人間を考えよう。はい。いけるでしょ。まあでもバカさん龍かな。いねえな。まあ人数少ないし、まあ一人二キャラとかになっちゃうんすかね。もうね、龍ザンギを今ずーっと考えてて。はい。もう今回のカード僕すごい楽しみなんですよ。あの小物道ですね。小物道全然小物じゃないし、だからもうコンセプトが違うじゃないかっていう。でそれはそれでいいんですよ。あのいろんな人とやってもらえれば、はい、僕は大丈夫なんで。タコ様もね、いずれなんかいろいろ言われるんですよね。もうなんか、いやタコ様ほら、因縁があるんじゃないですか。まあ因縁はいくらでもあるんでね。もう特にあれじゃ動画勢お前なさいよっていう。お前動画勢対タコ様。まあ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 、まあ、まあね。ただなんか自分はほら結構なんか気分屋というところもあるんで、なんかモチベーションないと全然やんなかったりするんで。まあまあまあ、前哨戦で福山対タコ様もあり。やだー、ちゃんとメインじゃなきゃやだー。福山対タコ様。で、やっぱり、比べたらね、はい、さすがにね、おぉ何段か落ちるんで、おぉ。わぁ、しかし、タコ様食べたら人数減ったわ。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。3人も減ってしまった。早いな、早いな。みんなもう僕はね、タコ様にすごい救われてるんですよ。ダンディこれをね、説明しないといけない。はい。マイクを持ってくれる人が、はい、どんだけ僕の助けになるか。ほらほら、そういうことだよ。ねえ、まあただね、マイク持って喋ってるだけで、ああ復活しよう。ほら、本当だ。あ、減った。パパ人。タコ様確認で減るのやめてください。あれかな、ニカさんが喋ったら、あってなって、また見出して、自分が喋り出したら減るみたいな。まあね、今日はいろいろ喋れる人いるんで。はい。じゃあ、そろそろやりますか。で、いろいろ喋れる人がいるって、もう自分切り捨てられてるじゃないですかっていう。お、増えた増えた増えたよ。じゃあ、増えたに進みましょう。はい。もういつまでもノジやってると止まんないからね、これ。まあですね、もう8時半過ぎてますからね。よし、何やりたい。え、東西戦じゃないんですか。東西戦、じゃあ東西戦やりましょう。自分で言っといて。じゃあちょっとチーム決めたりするんで、しばらくお待ちください。なんだかんだで14人になったので進めていきましょうか。アベミンさん、よろしくお願いします。33歳春休み試合。なんやねん。Round one.
それじゃあイベントそろそろやるよ皆さん。
Hyper! Hyper! Hyper!
大変お待たせいたしました。こんばんは、おはよう。はい、本日は東西線形式で行わせていただきます。この試合ラストね。はい、じゃあ始めますので、じゃあ今回のルールの説明をお願いします。はい、ルールはですね、はい、2キャラ持ち、はい、で同じキャラでも OK です。はい、そしてまああとは普通の東西戦なんですけども、ええ、キャラクターは、はい、座ってから選んでください。その場でね、はい、先方だけ申告お願いします。はい、ということです。はい、かぶせて OK。 はい、まあかぶせられるけどね、まあそうなるよなっていう、はい、ええ、1P がワウネ君、はい、2P がタコ様、リーダー同士でいきなり、はい、お、まあそこは忖度せんとな。何使おうかな。いや、それ先方は申告してもらわないと困る。いいよ。じゃあこっそり、こっそり。タコ様、タコ様、先方は。お、オッケー。はい、それではタコ様チーム対ウネチーム始めていきましょう。さあ、アビビンさん、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。今日は、はい、東西線形式で、カムセ東西線ですか。カムセ東西線ですね、はい、まあ別に何使っても OK ですよと。今回は、はい、キャラ縛りありません。あ、じゃあその、さっきちょっと聞こえた先方だけ、先方だけですね、はい、申告です。さあ、先方はウネガエル対タコ様ザンギ、はい、これはウネ君が読み立ちっていうか、タコさんも他に使えるキャラいないんで、これはこれで OK ですね。あ、はい、さあ、タコ様チームリーダーとしてちょっと頑張ってもらいたいところ。はい、同じキャラ OK です。1キャラしか使えない人結構いるんでね。そう、こうなったらタコさん結構持ってくるのがいいんですよ。もう一丁、あー、 あー、タコ様の詐欺飛ぶマジ下手くそですからね。サギ飛び以外はうまい。うまいですね。ガイルにサギ飛びできない人は、はい、ちょっとやり直した方がいいかな。あ、ないですよね。次がないんでしょうね。次ないですね、特に残忍はあそこで殺しに行かないといけないんで、はい、絶対にスキル確定なんですよね。まだありますね。まだあるよ。はい、お、メンキャンカップを見せるが、ウネの下がりそばったがめんどくさい。さあ、裏剣を出していく。僕はあれ、しゃがんでいてダブルサマーでいいかなって思っちゃうんですけど。ああ、なるほどね。配信、配信、はい、同じキャラいいでしょ。このペン書けねえな。さあ、このメイン対決いい感じだと思いますよ。出し惜しみするとね、はい、何もしないで終わる可能性もあるんで、はい、さあ、配信流、はい、入った123。あ、なんかちょっと下向いてたら終わってましたね、はい。まあ、開幕勝利、飛び込みを勝利で蹴られてからのめくり、はい、めくりで終わり、めくりチューチュー。まあ、この火力がね、X のこれですね。おー、これもう食らえないやつ。配信の方がうまいかも。うまい、うまい、踏み込んでいく。配信勝利、福山さん。さあ、これは白黒つけるときが来たな、ですね。ヒデ対バレみたいな、ヒデ対バレ、なるほど。さあ、開幕戦なら配信。そして画面端、はい、うまい、うまい。が、福山負けずに波動拳を打っていく。
そして耐久しっかりして引っ張り投げから画面端キープ。これすぞ。これ同門対決みたいな感じじゃないですか。そうですね。実力も近いんじゃないかな。おお。あれは僕見てからジャンプですね。見てからジャンプです、ね。僕は竜巻じゃないですね。まあ空対空が難しいですからね、アッパーに切り替えられるのはベストですけども、はい、それは空中竜巻を見てから押さないと、ダメですからね。さあ飛び当たらない。さあ福山ペース、さっきの試合拾ったのはでかいですね。今度はハウス真空取りず削って上は難しいですね。おーおーおー、いいですね。今日は配線かなり前に行く形になりますが、そうですね。お、いい波動上り。おお、見たけど悪くないよ。最速で打ち返してくれた福山。この間の東西戦かなり活躍したんで、今日も気合入ってますね。さあ幻と言われていた福山昇龍が炸裂しまく、うまーい。これはバレバレ。さあ真空を持ちながら、そう、止まれちゃうから、ね、うわー、はい、これはお見事。マキリー、さあもう今終わっちゃいましたけど、ハイジン君も福山さんももうちょっとこう真空をうまく使えば、そうですね、いいですね。個人的には、はい、真空のプレッシャーを生かして、これをちゃんとやるっていうだけでも絶対強いんで、ディスティさんにも僕言っておきました。おうおう、プレッシャーもうちょっと、もうちょっと離さないで、さあここでマキリン剣、はい、みんなメインキャラですね。さっきこんな前にいるのこれ、あ、これはやりすぎじゃない。いやー、波動拳が当たって、マキリがしっかりしてる、リードが広がりますね。そう、これさっき言った、ここで真空をうまく持ってるか、おー、うわー、まあ、おかわりして、まあ、埋めましたけどね。そうですね、見せたけどアッパー飛び込みレッパーだったんですかね。そうですね、おそらく出る、出ますね。最後の競争で美しい。なんか、はい、ゲーム音がでかいかな。あ、ちょっと、まあ大丈夫ですよ。ちょっとゲーム音をそこりました。はい、福山龍が今度は画面端に追い込まれる、はい、マキリの昇龍を透かし渡ってダメージを取ったか。あ、今の対空難しいところですね。ちょっと近すぎた。難しいですね。まあ、剣は結局、はい、波動剣では戦えないので、飛んできます。そこをどう切り取るかなんですが、うわっ、今のはちょっと後で響かないことを願いますけどね。そうですね、集中強波動が入るので、これは画面端なんで、もう我慢しかないですね。きっちりマーカスですからね。チャンスを逃す。おー、うまい、取れない、はい、あー、打っちゃった。はい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 、惜しい惜しい。しかし負けに勝利。でも福山さんね、いい感じになってますね。ツンリー、ふざけんなよこいつ。ツンリー2回だけはデキンにしましょう。はい、あー欲しい。さあ勝ちたい、勝ちたい草。あ、これ2本立てなんですか。2回やるんですか。いや、2キャラ持ちなんで、あ、はい、両方ともメインキャラでもいいですよ。うわー、あー、
さあこれは厳しいよ。先月の作業モード、そうですね、ツンリ下がっての対空が、はいはい、これが非常に強いので、あそこで電気アンジャンプで飛びたいなっていう、とこがありますね。確かに対空なんか全体王じゃないですけど、うん、下がって中足有名とかで全然 OK ですからね、向こうとしては。それで電気アンジャンプがあれば届く。さあ、さあ動いていくぞ。うまいうまいうまい、おーっと踏み込みの噛み合わせて、はい、うわーいけない、戦略ヒット。さあ僕ミカさん同チームとして僕は何でいきましょうか。まだですよ、ムナーリさん、ムナーリさん、ムナーリさんは何でいく。本物ですね、ムリーナじゃないですね。エキサガってどっか聞こえましたよ、敵チームから聞こえましたよ。エクサガトリク、はい、これが男ムナーリですね。みんなメインキャラですね、これみんなメインですね。あのサブキャラ使える人もメインキャラとはちょっと思わなかった、はい、さあここから、さあこれはまだ、はい、まだ下がっていけるところですが、チュンリー溜まっちゃったので、もう溜まっちゃったので8人ぐらいありますよこれ。うわ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 、そしてあとは守りながらゲージを止めるだけで試合終了が近い。あーおーおーファイナルファイナル、はい、僕行った方が良かったような気がします。あるから、さあしかし現実の前にやりたいやりたいが、はい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 、これは戦力だって逆転しましたよ、下がったね、すごいな。ミナリさんすごいけど記者くんダメですね。いやこういうのね、いいですね。うわてね、強い人相手に決めるのがかっこいいですね。いいですね。おーっとアッパーか。おーさあ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 、うわさあ前段だけは気をつけて、死ぬぞ、はいはい、もう苦しい。おーおーおー職人、さあ、大丈夫よ。おぉ、いいよ。ああ出そう。いやいや、むずいむずいむずい。今のむずい。高いやつ。あれ、スパコン。もう止まった。はぁ、なにそれ。さあ、振り付けもあるよ。頑張れ。はい。スパコン。おぉ、はい、超かっこいい。さあ、いい今日。ニアさーん、僕もね、サガットを使うんですけど、帝王ですからね。これは帝王ですね。はい。何使ってもいいですよ。竜かな、ニアさんは。なんかすげえキャラにカーソルなってますけど。あー、これはね、ベガか。リュウ行こうよ、リュウ。バルログは使わないですから。おい、ほんだ、みんなメインキャラだ。さあ、今、リュウに張れてですね、引っかかる。八中キックをさっき打ちましたけども、はい、あの技がですね、はい、結構、うわ、下がったり強ったりですよね。うわー激減り。さあ草くん戦のあの振り付きを思い出してほしいですね、はい、ムナーリさんは。そうですね、あれは本当読み切ってますからね。さあいいよ、こっからはムナーリペースだよ。お、うまい、確定しましたね今。さああとは落として、さあしかし頭突きが当たる、落下、おーいっちょー、もう次はアーパが、あのアーパがさっき出して、はい、頭突きに負けたんでよく出しましたね。これまだ無双では知らない。うわーわーわーすげーシーソーゲームだ、これ面白い。ビンさんはどうしましょうかね。ビンさんどうします。まあ負けてもガイルでいきますね。
アベビンサマーなんで。そう、初のサブキャラなのか。さあ、アベビンがガイル。うわうわうわ、ロビントーニー2発入ってこんなやったっていう。あーうまいわ、あのカラさんは通るわ。キャッキャー、本田同キャラを避けたんですけど、はいはい、本田同キャラの方が良かったかもしれない。まあでもサブキャラも使えるルールですからね。そうですね、やって OK。 まあ本田同キャラなんかこう絵面がね、絵面悪いですね。はい、なんあのね、空中戦になったりするんで。そうなんですよね、航空相撲なんですよね、完全に航空相撲、はい、聞いたことないね。あ、いや知らないですか、モンゴル航空相撲知らないですか。あ、モンゴル航空相撲なんですか。はい、なるほど。うわー、飛んでる垂直、うわあるある、うお投げた。まあさすがに本田のことはよく知ってるという。そうですね、いいタイミングで飛んでましたね、垂直。そして上を見る、ソニック、ソニックからうわ下段、スワッパ、あー引っかかっちゃう。あーうまい、おー勝てんの、うまっ、うまっ。中足じゃないの、さあ中足で勝てやと。アベビン、アベビン様ですね、アベビン様。さあ今のところ連勝ゼロ。そうですね、一進一退ですね、まさにレンチン、レンチン。次、ハイジンとトネピー用意しておいてください。フェイロン、ブンチン、フェイロン、ブンチン君もサブキャラ少ないせいですから、ね、ああ、そうですね。でフェイロン使いってサブキャラ少ない人が多かったんですよね。あーあー、なんか他のキャラと、まあ、まああの、ハナシーさんなんかはね、どのキャラ使ってもフェイロンの動きっていうところはありますからね。あのさ、話しルーやばかったんですよ。やばい、もう本当に、いや、フェイロン使えばいいじゃんというルーで話しホイホイやってますからね。そうそう、これはアニコレ厳しそう。ああ、アニコレやってるぞと。うまいな、シーソーゲームですよ。ね、面白いですね。さあ、ハイジン君2体目。ハロー。はい。今日は東西戦、イーストバーサスウエスト。はい。2キャラクター。ん？2キャラ持ち。2キャラ持ち。このね、英語一応なんとか喋れないこともないんだけど、すげえ時間かかるんで会話にはならないです、ね。はい、さあ、文鎮が劣化圏でいじめて、ハイジンが苦しそう。さあ、ここで追い返したい。これは陣地を稼ぎたい。ナイスガード、いいですね。おっ、さあ、下り投げでも良かったんじゃないの。そうですね、めくって投げに行ったところ読まれている。コパン劣化厳しいよ。うわー、劣化剣刺さって、はずのは連勝ですね。さあ、グリグラどうする。グリグラどうする。ああ、いいよいいよ。さあ、これそういうゲームだから。さあ、グリグラ露骨。さあ、投げられないよ。さあ、グリグラフェイロン DJ やろうぜ。やろうぜ、出ましたね。それは通じないよ。うん、あと、これはワンチャン。
さあ、そこは戦いますからね、そうですね、中足冷てぇ、あれはね、厳しいですね。あの中足ね、あのレンガーじゃないんですけど、はい、支援客に引っかからないんで、内力ですね。さあ今ショージャックですか、いいですね、いいで、つぇさあ、スラからさあさあ、こっからうおぉ、タツコッパもやりすぎた、めぐりこー、あー、来たできる、簡単It's easy、 いいゲーム来ましたね、トレッピートレッピー、メダル、いいね、さあ露骨、はい、その2、まあトネピーもまあ被せというか、はい、まあいろいろ使えますからね、使えるから、しかしはい、この組み合わせオーマイ、ワンチャン死ぬんで危ないですよ、死にますね、ナイスガード、まあ、DJ の投げっていうのがループしないのでそれだけが救いですね、エシケン的な感じですか、そうですね、まあ1回はしょうがない、受け身取ればまあ許してくれるっていう、ダルスムはそれにかなり助けられますからね、あとは飛んできたらコスラ、そうですね、コスラスラストまで入れて2発で欲張るんだったら中スラスラストとかありですね、ちょっと強めの、はい、でキャンセルファイヤーまで打って OK です、スパコンがなければ、さあここからはできればありますよね、 DJ、 そうですね、まあ、この状況は DJ 別に悪くないので、さあ、あー惜しいぞ、しかしダルシムはファイヤーにスパコンを前段ヒットしやすいので、出るよと、トレピーある、マガス、ここでマキリ剣、はい、お前も剣を使ってただろうとそうですね、はい、おお、魂の歩きつかみ、そしてさあ、ビオは処理かすらない、おお、うまい、超うまい、あら、あでもこっから逆転か、いや、あのブラスト当たったら美味しいですからね、そうですね、剣は端から逃げたいので急達も考えればありな選択肢だとは思う、おお、さあ一気にか、うぅ、さあいいですね、今の暗い投げになって、そうですね、うぅ、ここは我慢、さあうまい、おー、きっちり冷静ですね、一気に行きたいマキリに対してさばき切ったトレピー、おー、あれはできなかった、捕まれてこんだけ減る、さあもう一丁掴み返す、さあ、刺さって。これは怖い。あれは、うまい。で、まあ、リカバリー、いい感じで。竜巻、これは、残り、まあ、ためちゃおう、スパコン。そう、いいね。やるわ。バイパーさん、かっこいい。ここまで文鎮の2連勝以外連勝なし、面白いですね、すごいですね、ねえ、さあこれはいい勝負、いい勝負、これいかがなもんでしょうかね、さあバイパーもフォークを出していく、はい、さあキッチン、次はうーん、さあ、あー、困ります、いやー、久しぶりの俺たち
お客様回しすぎですね。ちょっと困りますね、あれは。うわぁ、やめておけ、来ましたね。やめておけ。さあ、冷静になって。しかし、剣側も相手が動いてくれないとなかなかダメージが取れない。あ、コンドルで削るマシン、コンドルで削るマシン。おぉ、やめておけ。うぅ、あー、効いたよ。嫌だな、これやりたくねえな。怖い怖い。さあ、めくれるよ。ドブ。うぅ、おぉ、ワンチャル、ワンチャル、あぶねえ。嫌だな。バイパー光りたがり、コンドル、まあ、ニカさんだ、次はかぶせましょうか。その後ね、カワシムがいるんで、ニカさん何にしようかな。DJ やろうぜかな。 DJ はめられちゃわないですか。え、このキャラ、あ、強キャラ出してきた。このキャラは相当こうきついんじゃないですかね。そうですね。さあ、2回転ブランカー。おお、わあ、ブッシュ、ダイヤシー動けてるな。そうですね。はい、さあ、確定ですね。回す、まあ、この後がないんすね。ザンギもフォークも、はい、ブランカに2回目っていうのがなかなかないんですよね。あ、そうですね。2回こう穴通さないといけないっていうのが相当、わあ、わあ、でもしっかりしてましたね。そうですね、狙ってましたね。さあ、合わせていく。さあ、これが厳しいか。垂直に。これはでもここまで、そう、下から行かないとダメなんですよね。あー、これ逆行くのもきつい。はい、うん、失敗は許されないのが5パン。うわー、バーチカで。さあ、しゃがみ台で。さすがにブランカ勝利ですね。はい、ブランカね、カワシムキャラなんで。お、カワシムカモン。 DJ やろうぜか。ザンギがいいな。ザンギがね、ザンギか、ザンギだね、カワシム。ザンギ怖い、ザンギ怖いと。DJ、 DJ やろうぜ。ノータイムで DJ 選択でしたね。さっきのグリフラさんの良かったですよ、はい、ああ、そうですね、はい、あれで乗られると、ちょっとなんかすげえ連勝される可能性があるかなと思ったんで、はい、おー、ちょっとやれてるよ。おお、しかし2回転ブランカやりに行って、さあ、飛びが通る。今の落ち着みたいな、ね、思考回路だと思います。さあ、しかし、はい、さあ、来たよ。おお、カメラ、ジャックで逃げてその後っていう感じになりましたね。さあ、引っかかる。うわー、2発目に当たる。歩き中盤埋めてく。お、あ、うまい、うめえな、うまいっすね、今の。あの、そばとの3回転目に、うん、雑巾かけれないかなみたいな。あ、それやり得なのかな。どうなんですかね。うわー、しゃがないが強すぎる。そばっとも減っている。そうそうそう、そういうことですね。はい、減ってどうなる。1、1、おー、3ヒットで殺しきる。うわうわ、2回転連勝。うね、うねくん、ガエルかな、ガエルかな、
これまあ竜行ってすぐ死んじゃうパターンもあるんで、ああそうですね、ガエルの方がいいですね。まあそうですね、はい、納得できるかなという感じですね、はい、いやブランカはね強キャラなんですよ最近ね、楽しいです。はあ、まあブランカ使いの人はまあ言う、おお繋がってないがピヨっていた、ピオリーチのとこに次ピオみたいな、はい、リバラン刺さって、ここのさばき難しいが3は溜まってる、なるほど、からこれからね、ウネ君の見せ所です、そうですね、ここでどうしのぐかという、はい、中足中足、あしゃがみガード OK なんですよ、あれはなるほど、2回転3連勝、さあこれね、ワンピがリードだ、若干リードだったんですが2回転3連勝で逆転ですね、はい、さあ福山龍、さあいい判断ですね、さあブランカ戦はどうでしょうかね、僕はね、ニカさんの方がちょっといけてるような気がしますよね、あちょっと経験値の差がある感じでしょうかね、はい、この今のなんか何も出さないで飛んでるのも若干こう勝利を釣ろうとしてる感じが、まあ龍はここで何もしなかったらいい感じなんですけど、ダブルアップ真空、あれでも波動を出したら、あれは相打ちになっちゃうので、ね、なっちゃう場合ですよね、多分ね、そうですよね、まあ難しかったけど、なんか入れたかったですね、そうですね、うわーでなんか、今のは怪しいところかな、間合い的に、さあうまいよ、さあ裏ある、あーこれですね、また後ろあるが表、はいはい、飛び通ってる、はい、サンダ、僕の予想は当たる、強キャラなんですよブランカ、強キャラっすね、さあさくん、ここはお目が来ましたね、はい、2キャラ目もチュンリー、はい、おあフライ投げ、これね、中村さんと、はいはい、A4 が死ぬほどうまいんですよ、あー準備戦、はいはい、だからもう、まあ、世間的には 7-3-8-2 ぐらいのチュンリーが、もうだいぶ詰まってきちゃってるんじゃないかなって、あそうですね、そこまでできれば、はい、中村さんもまあ、ゴムじゃねっていうふうに言うぐらいですからね、まあそこまで、まあ波動じゃない、クラゲは厳しいけど、まあ、そこをかいくぐったときに、はい、という感じなので、まあ、ゴブじゃないっていう感じみたいですね、中村さんが言うには、はい、うまい、対応できない部分もあるんで、準備はね、なるほど、壊し飛びとかで潰したりとか、そうですね、めくりに強くないのと、はい、あと切り返しの無敵技があるわけじゃないっていう感じですかね、はい、よく出したよ、さあいい判断、噛みついて、さあクラゲからゲン、クラゲ製造モード入るか、さあこの後がチュンリーもちょっと間合いとかが難しいんですかね、クラゲ一発打った後、上に刺さる端なのでテンションまでは繋がらなかったが、もう夏だからやっぱクラゲね、あ出ますね、クラゲ出ますか、まだ早いけど、いやークレ強い、夏一番のクラゲでした、よっしゃよっしゃ、タコさんも頼んだよ、いやニカさん惜しかったですね、かっさいなと思ったの、高校の時ですね、
あれはちょっと当たりすぎですね。当たりすぎですね。もう圧倒的ゴムらしいんで、圧倒的ゴムってなんだろう。無限回転。はい、無限回転ですね。さあ、ベンガさん、タコ様頑張って。さあ、元気ってスタッフをなかなかお釣り入んないですからね、さあ、連携のやつ落とされる。今のお見事。もう止めたくなってきたよ。もうない。さあ、ゲーキック、当てても使っても別にいいという、とてつもないぞこの技。まあでもゲーキック読み切ってればね、はい、ガードができる。ガードしかねえ。そして削って、おお、ここで食らわないで頑張って。草作業が始まるのか。はい、トンマスクル、はい、入って逆転。さあ、近く行って、なあ、待たれている。タコ様、ある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 よ。あるから、おー、来た。あー、いいいいよ、投げるよね。だーと思った、ね、ダブラリでもよかったんじゃないの。最後ダブラリ落ちないです。あ、もう投げ返ししかないです。投げ返しです。あ、そうなんですか。ダブラリってあの判定後ろに出るんで、基本投げられちゃいますよ。あー、ダメなんですか。さあ、タコ様ザンギが破れ、グリグラフェイロン、これでまた星が並んだ。さあ、いいよ。さあ、ここで作業をさせない。グリグラホイホイでやっつけてくれ。さくん、2体目も早いですね、これ。はい。おー、はいはい、はい。ということですね。いや、でも、食らいながらも戦列客を維持していた、はい、草くんに対して、あ、こいつ食らってるなと見てから前ジャンプしましたね。お見事。かっこいいですね。読み合い3周半。いいよ。トレッカー入って、弱レッグだったが、転送で割れてる。あー、これは。さあ、グリグラも激おこ。これは熱くなっていいですね。38度ぐらいに。38度。はい、あの今日の京都の温度みたいですね。熱中症注意ですよ。インドさんぐらいですか。うわー、いい、よかったよ。中段、うわー、そうそう、いけない。そう、それそれそれ、やれ、グリグラ止めた。ニアさん、ニアさん、ニアさん、ね、最後のあのグリグラさんの飛び込み、あのブランカもあれで潰すような感じですよね。あ、そうですね、そうですね、いや、いい試合でした。よくぞ勝ちました。大好きなフェイロン戦ですよ。剣でいきますか、ニアさん。いや、ワンピーガーなんで剣使わないですね。ベガもあるよ。お、ニーヤさんが2回メインキャラ使うなんて。はい、さあ、研究度で言えば、はい、ニーヤホンダはもう関東2番目ぐらいですからね。ニーヤさんはすごいですね。すごいですよ。はい、おー、しかし投げ勝った。100巻から終わり。仕込んでた。はい、もう死にかけですね。いや、あの裏落ちの時入れたかったですね。あ、そうですね。あそこでレッグ逃げできてればワンチャン。はい、あ、はい、百列は食らうのか。あ、おーよ、死ぬ、死ぬ。あ、うまいですね、今のね。超今力の劣化系、あれは最速の弱絶機にも相打ちですからね。百貫にも勝っちゃうのかな。そうですよね。うん、さあ、めんどくさがらなければ強い。
ニーヤ百貨ピアノ絶叫入る。まあしょうがないですね今のは。さああとはケレツマサケニーヤゾリムナリさん、ムナリさんまたですね。ムナリさん、エッサーガでも使ってみようか。そう、ムナリ流でいけますね。まあでも、考え物ですね。はい、あ、ムナリ流が出てきた。さあ、ムナリ、昔は竜使いだった。そうですね。この前、トメさんね、久しぶり来たんですけど。あ、そうですね。竜きっちりでしたね。いやー、あの竜好きですね。なんて言ったらいいんだろうな、様式美みたいな感じなんですよ。うわぁ、うわ、めんどくさいです。相打ち OK。 うわぁ、漏れた。じゃあ僕もホンダが分かるんですけど、いやあそこでもう一回踏み込んでどうのこうのってむずいっすね。でターンが少ないな、やっぱりこうきっちり行かれるとなかなか寄れないし、寄っても丸読み上がりますからね。そうですね。さあいいぞ。さあ釣って勝利、うまい、はい、さあ丁寧系ムナリゴここで、はい、うおー勝利。いや、ホンダのスパコンもちょっとカプコンになんか言ってる物申すですよね。確かに。うんち、もう一回フェイロン。さあ開幕ファイヤーから、あおっと劣化が当たっちゃって K ラゲ打てない。さあこの竜、あああああ運がいいだった。なんで出した、なんで出した、漏れちゃいましたね、はい。まあ、この竜は、はい、想像フェイロンとやってたはず。そうですね、絶対スパーリング相手というか、うん、藤沢といえば想像フェイロンですからね、はい、勝利。そう、もうこれやってる動きですからね、うん、セットプレー本当にうまいですからね。うまいな、今のもやってるからできるやつですね。中大で安定でした。一歩歩けたかも。はい、うわー歩きしえめんどくさい。さあ文鎮が攻め立てる、ムナーリの波動が全部ガード、おーがあと一発、うわー見られてた。冷静。じゃあ見せましょうか、こうキャラさんみたいなのをね。あっさりやらないでください。これ頼んますよ。阿部敏本だ。さあこれがキャラさだというものを見せられるか。これは真面目にきつい組み合わせですね。ヘイロンのいいところが全くいけない。これキャラさはどれぐらいだと思います。7ぐらいですか。7ぐらい、7ぐらい。 DJ とどっちがマシ。いやー微妙だけど、でもちゃんとやると DJ の方がやれそうな、 DJ 側の方が、はい、違う、ヘイロン側とから見たら DJ の方がきつい気はします。きつい、おー、はい、うわーうわーうわーなんでやっかい。でも今のは多分ねおしまいなんですよね、ほぼ。あーまあそうっすね、若干遅らせ頭突きとかでも厳しいですよね。うん、そう、まあそのいくつかの選択肢の正解引けないと他の選択肢全部殺されるっていう感じなんで、それが常に4分の1とかそういうレベルですからね。そう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 、なんですよ。
うわーきつい。アベメンがだそう、これ体力ね、ホンダ勝ってるんで、はい、今みたいにもう歩き支援とかガードしとけばいいやっていう。なるほどなるほど。近づいてなんか来そうだったら中百貫出しとけば全部返せるっていう感じなんで、その中百貫を待てればそういう、がやっとそういう形ですよね。うそう、これちょ遅らせたやつに遅らせられると終わりっていう。なるほどなるほど。さあドンピシャのやつや。おおなんか繋がってないが、今多分鬼武装かなんか入れてたんじゃないか。ああなるほどなるほど。阿部凛さんもこう見てやりたがりですからね。あそうですね、やりたがりですね。ホンダスカ比較的そういう人多い気はしますね。おおこれは文鎮が見せるか。でもそう、あのフェイロンは、はい、実際そのあの仕込みの大いちょうがあると、はい、今みたいに、うん、もう連打させるしかないんですよね。そうですよね。そうじゃないと終わるから、連打させて離れてもう一回タクに行かなきゃいけない。そうそう、だからリードしてその削りダメージを取りに行くみたいな感じになっちゃうっていう。確かに確かに、さすがにでしたね。いい勝負でしたが、文鎮も粘りましたね。そうですね。トネピー、トネピー、どの何を使うのか。あ、X 剣、剣、まあ、手持ちのキャラの中ではキャラ相性がいいという判断ですかね。まあ、そうですね。トネピーの手持ちダルシム以外キャラが弱いんで。あー、確かに。ホンダはいますけど、ホンダ同キャラはさすがにです。そうですね。あー、歩き昇竜が。阿部メンさんにホンダ同キャラ挑む人はメインキャラじゃなかったらいないですね。いないでしょうね。おー、上りダピトレピー、今日はあの野試合結構、はい、剣温めてましたから。あ、温めてましたね。非常に上も出てましたね。うん、うわー、いやー出なかった。パンチインナウ、美観パンチアウト。あ、なるほど。さあ、アニケンカラーを使ってホンダに負けるわけにいかねえぞ。よっ、うわぁ、持続させていた。バイパーさん、副将バイパー、バイパーやっぱりフォーク。おー、垂直ダイピー。いやー始まんのかこれ。おーおお、今のバックジャンプコンドルはあれですかね、頭突きとかも警戒して。おお、すかしい、気がついたら使ってない。いやバックジャンプコンドルは遅めに出すことで100貫と頭突き両方潰れる。両方対応してるんですね。なるほど。こんな見られてたらあ、ま、高くなっちゃうんで頭突き確定するんですけど、はい、そうですね。まあガードしてるとっていうことだけど、そうですね、まあ、そこはちょっと卓になってるという感じなんですね。まあ、歩き台風がある以上、あ、はい、そうですね、何かしらホンダもやらなきゃいけないんで、まあガード固めてたらそれの選択が待ってるということですね。そうです、はい、そういうことですね。なるほど。いやー、あー、三角できなかったか。ダイヤシ、うわー、これ勝っちゃうか。無双1ヒット、これは削りきれないが、6回削った。うお、タイム回して接近。あー、突き止まってる。あれもですね、はい、あの高めコントロールとタクなんで。なるほど。うわー、ね、全然ありましたね。はぁ、計算されたっていうことですかね。うん、はぁ、そうですね、そういうことです。はあ、守りのワイパーだがリードをされている。はい、アビビンは様子見が多い。おお、さっきからこの透かしたやつは機能してますね、かなり。そうですね。お、頭突きは今なかった。これはいい勝負。おお、少しも透かしが入って、勝負。ああ、見えている、強い。
焼き鳥次は焼き鳥に書いて焼き鳥ですね。まあでも僕もいるんで大丈夫。好きなキャラ2キャラあるんで。まで書いちゃった。やっちゃったね。さあその後川島が待ってるんで一応そこも考えた方がいいかも。知れないですね。焼き鳥で。まあニカさん間に挟んでますからね。ただし僕はいバイパーホークに勝率悪いんで。はい。バイソンで行くならね。ここは一冊ずつっていう感じでね。そうですね。バイソン出さずあるな、はい、あるな。あうまいですね。もう一回ブランカ被せたらさすがに怒られるんで。はい。これは両者レベルが高い。はい、いや。うわ。嘘ですよ。あれ焼き鳥さんに怒られそうですよね。ああ、いや今の弾き失敗って可能性がありますね。はい、で水ジャンしちゃって、はい、あ打ってたみたいな。おー右からぜバイパーが乗っているぞ。やっぱりの北西相当うまいですけどね。うまいですね。間合い管理からおうおう技の選択うん、まあ、本当にね間合い取りと打ち方が非常にうまい。こんなのうわーやめてよっけえぇー何使うのこれ。まあ川島いるからね。まあこれニカさんが言ってくれないとちょっと状況また変わっちゃうと思うんで、はい、そうですね。かなり嫌そうな顔はしてましたね。でもねいい感じだと思いますよ。こっからですね。はい、こっから次ははいそうですね。リバーサ出していく。ブランコもちょっとあの倍賞相手に全つかみはちょっと難しいですよね。あーそうですね、タクが出てきちゃう場面が。そうですね、タクにこう勝たなきゃいけないというから、はい、うおーだい、まあ、今日はあれ抑えてますね。そうですね、かなり透かして回すっていうのが、はいはいはい、おー歩き回そうとしたのかな。あーとヘッドを出さないのかい。ヘッド出しさあアッパー出してアッパーが生きてきますね。そうですね、飛んでるんで。そう体力どうか。ちょっとちょっとタタンカホーンS ホークですか。カワシムがいるんで。さあ、フォーが来るか。ああ、フォーって言いましたね。ああ、通常技が、おぉ高さはあの方がね主体で。うぅぅ歩いた。おぉバイパー回していく。
これは取ったら MVP バイパーかって感じですね。立ち台系確定ですね。うまい、中足強い、立ち台系コンドル刺さって、おお、どうなる、うー、回したのはほ、うまい、いいヒット、ガイで殺しきる、バイパーが決める、バイパー祭りだった。いやー強い、じゃあエキシビションで、はい、カワシム、はい、カワシム、え、入って、DJ か DJ か、いや、ここはね、ストレートに、まあ、さすがにメインキャラでいこうと、はい、さあ、最終戦ですね、おお、三角すかして回す、カワシム三角から直接回す、大打撃があるけど大逆転もあるぞ、うん、あ、さあ今んとこバイパーさん切れてるよ、切れてますね、うわ、あ、危ない危ない、はい、バイパーホークの飛び冴えまくってますね、はい、今日は、さあ、イーフェンバードできる、もう極下でまたね、昇龍が入ったり、ホーが入って、そうですね、いいところでしょうけど、一回焦がされると思うダルシムもかなりプレッシャーがかかる感じでしょうね、うわ、飛び、さあ、うまい、バックジャンプ、なかなかそれはダルシム相手には厳しいですね、はい、ファイヤーの強弱で、はい、今度刺さって、さあ、うわ、頭痛い、うわ、さあ、ここは浮かずにいけないよ、テレポは読んでた感じがするが、イベルのもあるし、でも行かないといけない、うわあ、さすがに川島、川島勝利で、今日はいいバイパーさんでしたね、はい、強かった、あ、今日の東西戦良かったですね、はい、強かった、ありがとうございました、はい、お疲れ様でした、ありがとうございました、あ、そうですね、夕方でしたっけ、な、夕方、ちょっと確認していただきたいんですけど、明日の川崎鹿島田、あ、6時18時からですね、お、店の名前はご存知ですか、マットマウス、はい、はい、私は昨日おととい行ってきましたね、はい、まあね、あのラストランというふうに、はい、聞いておりますん で、 です、ね、S キャラなしっていう制限らしいですよね、あ、なるほど、ほうほう、まあたくさん集まって、はい、って感じですかね、さあこれ僕 S キャラなしってちょっと S 剣で入ってみようかな、おう、ね、ドーモンのヌルポガ君っぽく、ああ、なるほど、まあちょっと参考にということですね、ありがとうございました、ありがとうございました、暇だな、残念だな、僕あそこの店員さんと、はい、もう25年ぐらいの付き合いがありまして、へー、
あそこに行く前、はいはい、ミカドの店員やってたんですね。へえ。その前、はい、並木の店員やってた。おー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 。その前、僕の地元の吉祥寺のゲーセンにいたんですよ。はいはい、あー。てか僕が誘ったんですけど、放課に。他のところに、マットマス以外は。あー、なるほど。へぇー。この人がいましてね、サード生なんですけど、はぁ、あ、はぁ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 、グチさんって人で。ほぇー。 S 剣、クソキャラっす。誰が使おうとやばいっす、このキャラ。まあ、ヌルポガ君とかに参考にしてほしいということで、あー、なるほど。使うと、使っていると、今日は。そういうことなんですね。はい、言ってました。まあねー、何か踏み外しさえしなければこのキャラはもう基本性能が頑強なんで。ああそうですね。うーん、本当に下手したら、はい、5強ぐらい入りますよこのキャラ。ああ、まあ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 、全然入っておかしくはなさそうな性能はあると思いますね。思います。エッサガといい勝負じゃないですか。エッサガの方が強いけど、はい、まあやっぱりスパコンがないから、うん、っていうところでその勝ちにくい相手っていうのはいるかなと思うんですけど、楽しむぐらいかな。うん、でもまあ全然他の部分で全部制圧できるぐらいの強さはありますね。そうですね。はい、まあ膝つかみがあるなしで結構違うんですけど、うん、スパコンよりそっちですよね。はい、基本的にはまあもう球の回転と通常技と、まあなんかまあ、対空の強さですね。はい、なんかまあいろいろ強い。バルログに一番いけるキャラ誰かっていう話になった時、はいはいはい、このキャラが上がりますからね。ああ、まあでもそうでしょうね。多分上とか氷がもうほぼ封印されちゃうと思うので、そう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 、そうするとまあ地上というか、うおおこの技強い。減ったね、今のは減った。ウネ対アベビンですね。
Bye.
Yeah.
Zahoo!
Thank you.
じゃあそろそろ配信ストップいたします。皆さんご視聴ありがとうございました。